体が強くなるのでは、当然出たのです。
とし子さんは16歳の時、広島に投下された原子爆弾で亡くしていました。娘の体が弱いのは他にではないかと、それを知りていたそうです。カツアでバレエを始めたとし子さんはすぐに上がり込みます。稽古も間違い始め、最近の人の格好を表しました。レッスンを受けるため、一人で東京に通うようになりました。当時は広島から東京まで、夜行列車で12時間の大旅行でした。全然怖くないですよ。ただ親はすごい心配だけだと思うけれど、あの頃はなんかよく落ち着いたって、電報とかで携帯やってファクスやってするわけじゃなくて、着いたっていうのを見て、母とし子さんはバレエの道を突き進む娘を支えるため洋食屋を開いて働きました。森下さんは6年生になるとバレエを習うため本格的に東京に移り住みます。まだまだ手元に置きたい小さな娘と離れて暮らすことは大きな決断でした。花びらを、花びらを、はい、まず起きて
重ねていけばいきますよ。こう、そうそうそう。